どうも、入れられとです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。はい、今回こちらですね、アジンのこちら、じゃん、好きなセリフランキング。はいはい、まあ結構ね、こう聞かせてくるセリフが多いんで。そうですね。はい、そちらの方ちょっとランキング形式で見ていきましょう。はいはい、じゃあ僕の第3位は、はい、戸崎のセリフですね、はい、が、ソガメに言うセリフ、まあ、早くその先輩そのポジション譲ってくださいよみたいな、はい、この開始ですね、せいぜい残飯でもむさぼって喜んでろよと、うん、はい、これも戸崎的にはもう終盤なんですけど、やっぱ終盤からね、一気に戸崎がかっこよくなるんですよね。戸崎もだからちょっと変わってきちゃったんですよね、うん、最初はただのクソ野郎だったんですけど、そうですね、嫌味のね、うん、それがやっぱ加工してることによると、うん、一気にいいやつになっちゃうっていうね。まあね、ソカベがなんであんな嫌なやつだったんだろうなっていうのは謎のままですけども、まあ普通にソカベは殺されてましたよね、うん、普通に殺されました、うん、この後にね。あれ、麻酔銃だったっけ、普通の銃だったっけ。誰ですか、ソガベが戸崎に。あ、銃じゃない、普通の麻酔銃の意味ないもんね、うん、なんで撃たなかったんでしょうね。まあ、まさか刺してくると思わなかったんだよね、まあね、うん、覚悟がないやつなんですよ、ソガベは、うん、じゃあ私これです、ケイ君のセーフの、うん、ケイ君、うん、なんか、まあ、捕らえられてて、うん、で、なんかこう IBM が出てね、はい、で、その研究員を殺そうとした時に殺さなくて、うん、なんで殺さないんだみたいな、なんか心の中のやり取りでね、はい、まあ、ここ唯一ね、そのカイトは命を懸けて俺を守ってくれたと、うんうん、だから俺は、うん、命以外の全てをかけなきゃ割に合わないって言ってたね。なるほど、やっぱアジンはやっぱ命はね、うん、何個でもある、まあね、カイトはたった一つの命をかけて守ってくれた、うん、俺は命は何個でもあるから命以外の全てをかけなきゃ割に合わないっていうね、うん、めちゃくちゃいいセリフだと思うんですけど、まあ、確かにね、なんか俺こういうのがメインになっていくのかなと思ったんですけど、うん、言ったら人間とアジンとの協力、うん、で命が一個しかない人と命がいっぱいある人との違いみたいなのかと思ったら、カイトは余っててこなかったです、うん、そうなんですよね、カイトが余っちゃってんだよな、うん、全然この話になる。でもここの時は多分そうしようと思ってたよ ね、まあ、ね、絶対そうだと思いますよ、ね、うん、あの二人でやっていくっていうね、うんうん、ちょっと出てこなくなっちゃいましたね。だから流れ星銀河と一緒ですね、大輔とかです。大輔とかまあやっぱ人間じゃどうしようもないってなっちゃったんですかね、うん、そうですね、だって本当中野と一緒ですもんね、うん、正直似てるし顔も。だから なんかもう一個要素で、うん、人間とアジンが組むとできることがあったら、まあね、よかったんでしょうね、うん、うん、アジンに本当に人間が必要ないからね、うん、そうなんだよ、正直、うん、そこはなんか必要あったらね、うん、何かあったんでしょうけど、次回作に期待しましょう、お願いします第2位ですね、はい、僕はね、中野と K が、うん、まあなんか言い合いして、まあ、K がそのもう人間は困ったしか考えてないみたいなこと言って、うん、じゃあお前あのお前助けてくれたやつどうなんだよみたいな、そのカイトのことですね、はい、いや、まあ、あいつもそのうまいように使っただけだよみたいなこと言って、まあ、お互いのやり方ですね、情と理論で分かれるところの最後がこう中野がクズがっつって毛がバカがっていう、うん、このコマ分かれてね、まあ、このパターン好きなんですよね、意外と賀門先生は、うん、これはまあ2人のこういう道、まあ、お互い別に外れてないんですよね、そんで、うん、目的一緒なんでね、まあね、はい、このコントラストがやっぱいいですよね。だ中野と K の友情関係はもうちょっとね、うん、何かあったらね、よかったんですが、そこまでやっぱただのこう対佐藤に対して共闘してるだけっていうね、うん、うん、まあそこありましたよね。まあね、でもまあ K もなんだかんだで味方思いなんで、うん、最終的には逃げないし、結局、まあね、自分だけ逃げれる状況、状態でもそこは信頼関係あるんじゃないですか、うんうん、なかなかね、まあ、なかなか IBM は出せないからね、うん、まあ、頑張りましたね、だからじゃ私は、K 君のせいかな、はい、で次にまた佐藤戦うって言った時に、
まあなんか、まあ、とにかく、まあ、行き当たりばったりじゃないけどみたいな作戦を、うん、作戦しかないみたいな時に、はい、まあ、これは非論理的な行動ではない、うん、長いですね。そうなんです、うん、これは 0% の勝率を最大限に引き上げるため熟考された、うん、完璧な論理的行動だっていうことで、うん、やっぱりね、論理的行動を取る人は最後ね、はい、非論理的な行動を取るんですよ、はい、そうなんですか。そういうもんなんですよ、うん、はい、それこそが論理的だというふうに思ってるんですよ、うん、それをしっかりこう言えてる、まあ、僕も意外と論理的に動くタイプなんで、うん、あ、分かるなって思いました。わダセ自分のこと論理的に動く人だと思ってるダサ、うん、最後の最後はね、論理で考えれば考えるほどやっぱり突き詰めると、うん、やっぱこの世界って論理じゃ分からないことがあるんで、はい、分からないことで成り立ってるってところにね突き当たるんですよ。だから論理的に考えたら非論理的なことを信じることが論理的だっていう、まあ、ガモン先生の言ったことすごいなんか、ああよく勉強してるなっていう、なんで言ったの勉強してるなじゃないんですよ、うん、勉強してるんですよガモン先生。そういう感じのセリフでしたね。いいセリフでしたね。だから言い訳してるってことですよね。違うんです、説明できないから。違うんです、違うんです。最後は非論理的なことにたどり着くってことが論理的だっていうことなんですよね。それも、うん、言葉のマジックなだけで。いや違うんです、勉強してくださいしませんよそんな。はい、はい、じゃあ僕の第1位こちらですね、まあ、FK っていうかタバコですね、うん、タバコを持ってこいっていう、この小倉郁也博士ですね。小倉死ぬかと思いきや死なないっていうね、まあ、最後までね知りませんけども、うん、まあ、これもね、そのだから IBM のことを知るっていう戸崎とかにね詰められてて、そんななんで人から聞かれたことをそのまま答えるなんて面白くないっていう、まあ、この人も変な人なんですけども、うん、指切られても言わないと、うん、でじゃあ何だったら言うんだってなったら、いや最初から言ってるじゃねえか、タバコを持ってこいってね、うん、そうしたら最初から言ってくれたんだ。だから、うん、ずっとマイルドセブン好きだったってことですよ。だからマイルドセブンも別にうまいって思って捨てないんですよ、うん、子供が買ってきちゃったから最後に、うん、間違えてね、まずいって言ってますもんね、ずっとメビウスに変えましたよ、うん、あれは何だったんだろうなって。メビウスってマイルドセブン、マイルドセブンなんですけど、ね、はい、よかったんだっていうこと、まあ、まずくても結局これ吸うよっていうことなんかね、うん、あれはそういうことですね、うん、結局ねこの人も学者だけど気持ちの方、感情の方に動いた人ですよね、最終的には、うん、アメリカでは人気者ですからね、意外と、うんうん、疲れてましたからね。そうね、だから日本のあれが本当遅れてるみたいな感じで書いてますよね、うん、そんなに海外と差が出るもんなんですね。堅苦しいんだよ、日本は。まあそうか、うん、まあ、そういう意味でワクチンとかもそうか、うん、じゃあ私はこれもケイ君のセリフですね。はい、これカイトに行ったんだっけな、カイトに行った方がいいな。これね、ケイ君のいいセリフ最後のとこですね。これだけ時間を費やして、うん、ああそこね、うん、はい、ですよ、うん、いろんな人を巻き込んで、うん、ね、今まで強気だったケイ君が偉そうなことたくさん言ってきたくせに、紙芝居形式で見せるんだ、うん、何の結果も出せなかったと、うん、あの頭がいいと自分の思ってる K 君が、ね、僕が一番のバカだっていうね最後に自分がバカだって認めるっていうか、周りのことをねバカだバカだ言ってきたやつが、うん、そう、うん、これはいいシーンでしたよね、まあ、普通に、うん、いやだからお前はバカだみたいなところから始まってんのかなと思ったら全部自分に向けて言ってたの、うん、だっていうことですね。そうなんですよ、うん、まあこれはいいセリフでした。普通に単純にもう何のコメントもない、うん、でもずっと振ってのね、まあね最後気づくっていうね、うんうん、まあ、確かに言う通りだもんね、うん、もう経営の言うことで周りがめちゃくちゃ動いたしお金もかかったしね、うん、僕が一番バカだっていうね、うん、やっぱこういうこう強気なやつがね折れた時っていうのはやっぱ漫画ではね一番やっぱいいシーンですから、ね、確かにね、はい、
大体ありますから。あとベジータとかが泣いちゃったりとかした時にありましたけど泣いちゃうんだっていうまあ確かにね、うん、まあ心は揺さぶられますよね、うん、その人が折れちゃった時は。そうなんです、うん、ベジータが泣いた時やっぱ泣いちゃったまあでもあの時もう言ってもまだ若いですよね、うん、俺らも子供というか。まあそうですね、うんうん、大人になってからとまた違う見方ができたんだな、あれ、うん、俺もいやベジータ泣くんかいってすげえ思いましたダセーってちょっと思っちゃうけど泣いちゃったんですベジータは、強気のベジータが大人になってから見たら、まあそりゃそっかってベジータも辛いよなってなっちゃう可能性もありますけどもはい、だけ好きなセリフのランキングはこのような感じになりました、はい、ぜひ皆さんも読んでみてください、お願いします。さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。何か大切なことを忘れている、思い出せ、なぜあの人は僕のことを知っている、あんなことをできる人とどんな関わりがある、なぜこんなものを持っているんだ、なぜこれが実情だと分かる、なぜ使い方が分かるんだ、非現実的だ、こんな状況に学生が介入できるはずがない、何より僕がこんなことに首を突っ込むはずがない、だが何かきっかけがあったんだ、僕がこうなることを決断し得るたった数ヶ月間に起こるきっかけだとすれば、答えは一つ、僕はアジンだ。ビート！いや、まだ記憶はあやふや。どうも、ありがとうございました。